おはようございます。2月3日土曜日のカメです。本日も張り切っていきましょう。今日の豆はペルーのコチャパンパ。今日はエスプレッソを抽出していきます。いつもより細かく引きます。エスプレッソは圧力で抽出するため、ドリップコーヒーよりも成分が抽出されやすいです。さらに圧力によってコーヒーオイルが乳化するので、濃厚でまったりとした味わいが楽しめます。今回はエスプレッソをお湯で薄めたアメリカーノを作ります。はい、続いてはホットサンドを準備していきます。冷凍ベーコンをカチコチのままフライパンへイン。続いてはキャベツです。キャベツは洗って千切りにしていきます。あ、100切りくらいになったけど、よしとしましょう。ベーコンが焼けてきました。食パンを準備。6枚切りの2枚使います。卵を1個、ベーコン油で焼いていきます。撮影しながらの片手割りは難しかった。殻が入ったけど成功としましょう。ベーコンを盛り付け、100切りキャベツを乗せていく。そしてパンによく合うバター、パンの上にポトポトと置いていきます。卵が焼けました。黄身が割れないように慎重に乗せていく。我が家の常備調味料、粒マスタードの登場。たっぷりとパンに塗っていきます。よし、焼いていこう。油を引いて両面しっかりと、パンをそろりそろりと乗せていく。そしてもう一枚のパンでサンド。そして、あ、黄身が割れてしまいました。あ、大丈夫だ。分厚かったけどしっかり締まりました。そしたら点火して弱火でじっくり焼いていきます。その間にエスプレッソを入れていきます。この直火式エスプレッソ抽出機は、水が沸騰すると蒸気圧で水が押し上げられ、その水がコーヒーの粉を通過しエスプレッソが抽出されます。カップに注いでいく。そしてお湯で割ればアメリカーノの完成です。ホットサンドもそろそろかな。うん、いい色。取り出していきます。ポロッと転がった黄色いのは卵の黄身ですね。うん、いい音。はい、切れました。おー、うまそう。さてさて、盛り付けていきます。はい、完成です。今日のモーニングメニューはアメリカーノベーコンエッグホットサンド、合計200円でした。いただきます。うまい。香りが良くて濃い。ドリップよりも余韻が長く感じます。ホットサンドの方もいただきます。うまっ。ベーコンが肉厚ジューシー。卵、キャベツとの相性も抜群です。何より粒マスタードが最高。ベーコンの美味しさが何百倍にもなります。さてさて、引っ越しの進捗状況ですが、新居の掃除が完了し、少しずつ荷物を運び始めています。今回は引っ越し業者は使わないので、だいぶ節約できそうです。
1年前今の家に住み始めてからあまり物を増やしていないので、まだ引っ越しは楽な方かなと思います。押し入れ収納とかは段ボールをそのまま棚にしていたので詰め替える手間がなくて楽でした。それでは今日はここで終わりたいと思います。今日のホットサンドは食べ応えがあったので朝からがっつり行きたい方にはおすすめです。ごちそうさまでした。